運動量が保存されるってどういうこと？運動量保存則。運動量、モメンタムも保存する時がある。さて、仕事とエネルギーでは保存力のみが働く運動の場合、力学的エネルギー保存則が成立しましたね。ではそのような保存則が力積と運動量でもあるのでしょうか？はい、あります。実は運動量保存則というものがあります。もちろん保存という言葉は変化しない、一定であることを意味しているので、これは運動量が変わらないという内容を主張しているのは理解してもらえると思います。ほう。複数の物体をまとめて考えると運動量の和は変わらない。ほほ。これスティーブン・パロック先生が言ってた話だよね。では運動量保存則の代表的な例である衝突、コリジョンだね、という現象を材料にして考察してみましょう。はい、図があります。平らなところに球体2つがあります。球体 A はマス、小文字のマスを持っており、 V1 を持っています。もう一つの球体 B は大文字の M をマスを持っており、 V2 で、速度移動しています。でこの時この2つの球体は同じベクトルで右側に動いてるんですけども、V1 と V2 の速さが違います。 V1 は V2 より速度が速いです。そして、V1 は、V1 つまり球体 A は V2 を持ってる B より後ろにいるので追いついて衝突するっていうことだよね。これ書いてあります。V1 は V1 は V2 より大きいとき、2つの物体は衝突する。そうだね。で、衝突した真ん中の図はあります。2つの球体がくっついて、フォースが、左と右に分かれてしまっています。そして、下の段は、衝突した後、また離れていっていったよね。A が V1 ダッシュの速度になって、B が V2 ダッシュの速度になって、今質量 M と質量がスモール M とラージ M の物体 AB が上の図のように動いているとします。この2つの物体が衝突した瞬間の図が真ん中の図です。当然作用反作用の法則により、衝突時の物体に働く力は逆向きで同じ大きさですよね。そうね、追いついたとはいえね。そして下の図のように衝突後、この2つの物体は初めとは違う速度になって離れていきます。そうだね。ここで AB それぞれの物体の力積と運動量の関係の式を立式してみましょう。すると以下のような式をそれぞれ作ることができます。A について、MV1 プラスカッコマイナス F カッコ閉じかけるデルタ T イコールMV1 ダッシュ。これはあくまで A についてだけの式ね。で、じゃあ和訳していきましょう。最初の左辺の第一項 MV1、 これは A の初めの運動量足す、カッコマイナス F カッコ閉じのデルタ T をかけるカッコ、これは A が受ける力積ですね。 FT だもんね。でなんで F かっていう、なんでこの F にマイナスがついてるかっていうと、向きが逆だからマイナスっていう話ですね。向きが逆だからマイナス、これキーワードです。イコール右辺は MV1 のダッシュ、つまり変わった後でね、 A の後の運動量ってことだね。はい、次球体 B について、ラージ MV2 足す、F タイムズデルタ T イコールラージ MV2 ダッシュ。和訳していきましょう。左辺の第一項は ラージ MV2 つまり B の初めの運動量足す、カッコ F かけるデルタ T つまり B が受ける力積、さっきと違うのはマイナスがついていませんよね。イコールラージ MV2 のダッシュ、これは B の後の運動量ということです。もちろん衝突時の接触時間デルタ T も両物体で同じ時間ですよね。この2つの力積と運動量の関係の式を 両辺足してみましょう。ほう、両辺足してみるんだ。両辺を足すと、これ正式の足し算ね。まあ見てください画像を。MV1、スモール MV1 マイナス、F デルタ T イコール MV1 ダッシュ、スモール MV1 ダッシュ、
多数多数、The large MV2 多数 F デルタ T イコール large MV2 ダッシュイコール MV1 プラス、ごめんなさい、 small MV1 プラス large MV2、 あ、本当だ、そうなってるね。イコール、つまり左辺のマイナス FT とプラス FT が相殺してなくなったからね。で、右辺はただの MV1 ダッシュプラス large MV12 ダッシュだよね。つまり左辺が左辺 MV1 プラス、スモール MV1 プラスラージ MV2 は初めの A と B の運動量の和、そして右辺の、スモール MV1 ダッシュとラージ MV1 ダッシュは後の A と B の運動量の和、これを運動量保存則と言います。ほう、足すとちょうど力積の項が正負逆なので綺麗に消えてしまうのです。あは、なるほどね。つまり出来上がった式は、衝突前の両物体の運動量の合計は衝突後の両物体の運動量の合計と何ら変わっていないという意味だと解釈できます。ほう、解釈、あくまでも解釈世界だからね。これが運動量保存則です。それぞれの物体の運動量は衝突前後で変化しますが、2つの物体をまとめて考えると運動量の和は全く変わっていないということです。つまり運動量保存則では少なくとも2個の物体が登場人物として必要だったってこだということです。ほう、これ違うね、先ほどね。なるほどね、2個の登場人物が少なくとも必要だということですね。これさっきのあの仕事エネルギー保存則とは違うところだよね。なお、このように複数の物体をまとめて見ることを物体系で見ると表現しています。これよく図を見てください。物体をまとめて見ることを物体系として見る。ほほ、素晴らしいです。運動量保存則にも適用条件がある。ただし力学的エネルギー保存則同様、運動量保存則も使用するためには適用条件があります。ではこの運動量保存則はいつ成立成り立つのでしょうか。それは法則を導いた時の操作を 見返せば気づくはずです。この保存則は力積インパルスの項が逆符号だから足して消去できたわけです。うん。それはトドの、つまり衝突時に働く力がその物体間のみで及ぼし合う作用反作用の力のみであれば良いのです。ほう、もっと言うと物体系においてその複数の物体がお互いに力を及ぼし合うだけであれば一般的に運動量保存則は成り立つのです。ちなみにこのいくつかの物体が互いに作用し合う力を内力、まあ、インターナルフォースかと呼びます。つまり物体間の内内々だけの力っていうことですね。なるほど。